どうも昼から飲み原です。皆さん明けましておめでとうございます。いやーもう本当にね、明けてよかったですけども、まあそれでね、こんな世の中ですからなかなかね初売りとかそういうところに行けないと思うんですけど、まあそうですね、まあちょっと服が欲しいんでちょっと外でも出て買い物していきたいと思います。ただ福袋とかは今こう予約とかでやってるみたいなんで、まあ普通に服を買いに行くという感じで行ってきたいと思います。ではどうぞ。いやー来ちゃったよ、ファッションセンター辰明か。よし、いっぱい買い物してこ。お、なんか服あんじゃん。いいんじゃないこれ、買ってみようかな。ズボン、うん、いいね。やっぱファッションセンター辰明は安定のあれだな、安定の品揃えだな。今日は全部買っちゃうかな。うん、パーカーとパンツ2本。もう全部買っちゃったな、いつもみたいに全部買っちゃったな。よし、レジ行こう。レジレジレジはこちら、レジはこちら、あっちか。じゃあすいません、これお願いします。はい、ありがとうございます。こちら3点ですね。今こちらやってまして、ちょっとレジ袋なんですけど有料になってしまうんですね。あー、そうなんですか。はい、最近どの店でもやってますよね。はい、そうなんです。マイバッグないな、1枚で足りますか。はい、袋ないんでもらえますか。持ってないですか。はい、持ってないってなるとこのままの私になってしまうんですけど。あー、どうしよっかな、外雨降ってるし。はい、何なんですかそのエシカルなんちゃらって。まあ一応ですね、エシカルサスティナビリティにご協力いただけると一番嬉しいんですけども。エシカルなんちゃらってどういう意味なんですか。はい、エシカル、ですから、ですから、エシカルサスティナビリティにご協力いただくと、一番早いんですよね。はい、はい、じゃあそのままでいいです。はい、申し訳ないですけども、はい、ご協力いただけますか。あ、いいですよ、そのエシカルなんちゃらエシカルサスティナビリティ、そのエシカルサスティナビリティってやつに。何なんですかエシカルサスティナビリティって。ありがとうございます。いや聞いてない。そしたらこちらこのままの私になりますのでよろしくお願いします。いや投げて渡す。